皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ。はい、今日は滋賀県の琵琶湖バレーに来ております。ちょうどここはですね、滋賀県琵琶湖バレーの駐車場になりまして、この駐車場からバスに乗って山頂の方、ロープウェイ乗り場まで行くんですよね。なので今からちょっとね、バス乗り場の方の後ろの辺に、この辺に並んでおこうと思います。さあ、どんなことが起こるのか。こちらがバスになります。これに乗ってロープウェイ乗り場までまっしぐらっていう形でしょうね。いやー、中ね、結構ね、今ねこの気温が34度ですよ。皆さん今34度の気温でございます。山頂に上がると一体何度まで下がるのか、そこもちょっとお楽しみではございます。まあまあ暑いのでね、やっぱ涼しい場所で遊びたいですよね。さあ、こんな感じでご一行様ロープウェイに向かって行っております。さてさて、ロープウェイの料金ってどんなんかなと思って、あそこチケット売り場だね、あの正面が。じゃあここ行ってみたいと思います。じゃじゃん。その前にこちらね、ロープウェイの説明書きですね。いろんなアトラクションがあるよっていうのが載ってまして、まあ下の方に見ていくとね、こんな感じですね。ああ、なるほどなるほど。なかなか一日中いても楽しそうなところではあるかなと思います。スカイウォーカー、なるほど。ドッグラン、あ、ペットも連れてこれるんだね。あとブランコがあったりするのか。さあ、こちらがお値段の方になります。結構ねロープウェイって高いんですよね。よしよし、さあこのロープウェイに乗って今から山頂に向かってレッツゴー、行くよ。いやー、ロープウェイなんて久々に乗りますけどね、結構ね思った以上にね、ロープウェイって速度が速いんですよね。結構速いじゃんっていうぐらいの速さで進みます。まあ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 、この映像を見たらなんとなく伝わるかなと思いますよ。それでは皆さん、山頂に向かって行ってきまーす。おー、速度上がってきたっていうね。しばらくはこちらの風景をお楽しみくださいませ。あ、やっぱり喋った方がいい、喋った方がいい。いや、じゃあ喋るかこうね、ロープウェイが行くところはちゃんとね、木を切り刻んで進める道を作っておりました。そしてこれが山頂のゴール地点でございます。青い空がめちゃめちゃ綺麗なんですね、この日ね。めちゃめちゃ34度。さあ、34度がまず何度になるのかですね、体感温度どうなんだろうっていうところから見ていきたいと思いますね。まずそれを伝えるところからいきましょうか。さあ、山頂に到着です。おー、着いた。さあ、ここからですね、上で遊ぶんですよね。さあ、こんな感じになっておりまして、今ね体感温度というか気温見ましたけど24度ですよ皆さん。24度、夏の終わりに24度ってありえない涼しさでしょ。まるでエアコンですよね、部屋の中のエアコンつけてる感じ。さあ、見晴らしもすごくいい。この目の前に見える海みたいなところが琵琶湖になります。もうちょっとね近くで見ましょうね。こんな感じですね、ドドーン、これですね。そこが琵琶湖大橋ですね。琵琶湖大橋があんなちっちゃく見えますけども、こんな感じで琵琶湖が一望できるっていうね、すごいところになっております。おわ、これね見るだけでも、おわ、なんか来てよかったなって感じではありますね。さあ、そしてこのまま景色を楽しんでたら、なんかね空に浮いてるものが見えて、これですね、なんかなと思ったら、あれなんだ、パラグライダーかな。うん、なんかどっかでパラグライダー飛んでるとこがあるんだろうなっていう感じですね。でもね、この上から見下ろすこの琵琶湖もなかなか絶景で綺麗でいいでしょう。パワースポット的な感じ。そして青い空、白い雲、最高な気分でございます。パラグライダーめっちゃ飛んでるしね、目の前あれどこで発射してるんだろう、どっかでね発射地点があるはずなんだよね。まあ見つけたらまた動画の方に撮っていきたいと思います。さあ、こんな感じで楽しんだところで次のところに行ってまいりましょうか。さてさて、こちらねテラスですね。ずっとテラスになってまして、ここね柵がないんですよね。柵がない代わりに、ああいうタイル状のね、青いタイル状と水たまりで防いでるって感じです。これがね、緑地帯にいたなんか模型のような演奏会かな、なんか面白いなと思ってね、ちょっと動画に収めてまいりました。さてさて、ここからですねリフトに乗ってまだまだこの上を目指します。
さあ見てみるとね、こんな感じでリフトもね、やっぱりね涼しくて気持ちいいんですよね。あれ何あれ何あれ、ちょっと待って、アップ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 、あ、これがスカイウォーカーっていうやつね。はい、なるほど、これかな、スカイウォーカーって、よくわかんないな。まあなんかアスレチックみたいな感じですが、そしてこちらブランコですね、撮りました。誰が乗ってるのかよくわかんないけど、ごめんね撮っちゃってさてさて、またまたリフトに乗って山頂を目指します。このリフトに乗ってるだけでもね、風景がねめちゃ楽しめるんだよね。ちょっと見てみて、こういう感じですよ皆さん、めちゃめちゃいいと思いません？わあ、そこ行ってみたいと思ってたらもう到着ですここが本当の、おお、見つけた、パラグライダー発射するんかな、ちょっと見ましょうねおお、行ったぜ、イエーイ。あらら、ふらついてるふらついてるふらついてる、おっと、あっと、とととと、飛んだ、もうじか、すげえなこれ。いやー、なんか気持ちよさそう、空に飛ぶ鳥みたいな感じで、ね、感じるんかな。一回挑戦してみたいな、こういうのもね。ね、これどうやって操るのかもわかんないけどね、いい感じです。さてさて、こちら先ほどね行きたいって言ってた場所にやってきました。ここから見るのもまたまた絶景ですよね。こんな感じで、うわー、琵琶湖でっかって感じですね本当に。さあ、そしてこちらですね、椅子に座って一休みっていうところなんですが、なんとここね、景色見晴らしがめちゃめちゃここいいとこなんですよね。こんな感じで、なんだろう、草原の中に琵琶湖が映る、そんな感じが楽しめるところでございます。いやー、楽しかった、一日楽しめたんで、そろそろ帰りますというところで、ロープウェイに乗って下山します。みんなバイバーイと言っているところですが、実はまだここにいますチャンネル登録してね。